って。どうした。ムジラの仮面めっちゃあれ怖い。え、なんかめっちゃ怖いんやけど。しかし、そのムジュラの目線をかいくぐっての。ででででーん、来たー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、弓の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュアリーションサロン、弓の館へようこそお越しくださいました。ほい、ということで今回は、雪の降る町、のっかなな村に行ってみたいと思います。町って言っちゃった村だ。もう一眠りの猿。はい、もっと夢見たいです。まあ、冬景色めっちゃいいね。いや、夏とかに見たら超涼しそうな感じ。やっぱ冬ってね、寒いのは嫌やけど、雪とかそういうのはめちゃくちゃテンションが上がる。ということで、のっかなな村に出発。ほい、のっかむ村に到着。夢の世界へようこそ。あなたは今、のっかならという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、ミヤクロのっかならの世界をご堪能遊ばせ。おー、なんかすごい。このなんか、レンガの間に雪が入り込んどる感じ。え、この感じめっちゃリアルでよくない？すごい。そして、ここのプレゼントが気になっていた。すぐに気になっていた。お、くちばし。くちばしと、葉っぱの傘。なるほど、どういう組み合わせ。これで、雪をしのいでねってことかな。今は降ってないみたいやけど。お、そして、これは？スコップと、パチンコ。パチンコいるんかな？夢の世界でも風船飛んでくる？まあ、とりあえず用意してくれてる。お！フック。あ、あっち側にもある。これは？新しい勇者の服。勇者のブーツ。お？なんかリンクセットや。こっちは？あ、ツルだ。あ、マジか。じゃあ私はちょっと姫になりましょうか。お姫様になりましょうか。じゃーん。いいね。いいね、お姫様。しかし、もどきなんだろうな。くちばしがついている。あ、びっくりした。やさお。やさお、久々。はい、ということで、一軒目の家に向かっていこうかな。どうも。あ、どうも。あ、こういう私、こういうさ、斜めの道すごい好きなんやけど。なんか良くない？え、なんかめっちゃ良くない？こういうのね。マイデタで斜めの道を作り出すというの。素晴らしいんだけど。ほい、あ、イン。あー、待って、ウルフリンクいる。ウルフリンク。どうも、ようこそのっかなな村へ。よその村から来たんだろ？いい夢見れるといいね。くんくん。くんくん、かわいい。そして、あ、ここの住人さんかな？インってことは宿屋やね。旅人の宿屋へようこそ。ジョバーニさん。どうも。じゃあちょっとお邪魔しますね。宿屋。お、いいね。落ち着く感じ。これ宿帳かな？じゃあ今日はここで休ませていただきます。あ、ゼルダ姫のこの頭の髪飾りってさ、なんか、フクロウの顔なんやね。今、初めて知った。あ、見て、なんかこれ、両方に顔があるみたいな。あ、もしかして、それ？そのため？このくちばし、そういうことかな。それじゃあ、ちょっと、すやっと。え、違う違う違う。あれやね、寝る前に日記を書かんとね。お？あ、ハートが。おー、いいね。この、ベッドから立ち上がった時に、ピコンって。回復する感じ。ちょうどいい場所に置かれてある。なんか、つい最近、ね、ここ1、2年ぐらいで、泊まれる本屋さんっていうのできたよね。あれめっちゃ行きたいんやけど。どこやっけ？東京の方やったっけ？はい、それじゃあ、右側の部屋へ。おー。お、お宝！姫
姫がお宝をちょっと拝借していきますよ。姫だからいいよね。っていう謎の。なんかこの辺一体めっちゃ金ピカじゃない？これ美味しい梨かな？いいな、いいな、美味しい梨食べたい。そうじゃなくても梨好きだから、めっちゃ持っていこうとする姫。いいね。はい、そして。うわー、出た！出た！久々の。あ、どうも。あ、どうも。再び入ります。ごめんね、怪しいものじゃないよ。はい、それじゃあ、2階へ。お！いいね、いいね。おー。いいっすね。2階も、あ、全体的に、全体的に宿屋ってことか。あの1階だけじゃなくって。なるほど、なるほど。オルゴールが。おー。あ、これ1階で流れとったやつと同じ曲？私さ、オルゴール作ったことないけんわからんねえけど、これは、オルゴールの中にもラジカセとかと同じように曲を買ってきて入れるってことなんかな。そういうこと？はい、そして近い。この曲ね、この曲。あ、地下はなんか、おしゃれ。あ、いいね、いいね。ちょっとなんかダベリバみたいな感じ。これ美味しい桃じゃない？横のは美味しいサクランボかな？すごい、美味しいシリーズ。いいね、いいね。あ、コッコ。コッコがいるよ、コッコが。私あのゼルダでさ、コッコの足に捕まって飛ぶのめっちゃ好きなんやけど。ニワトリに実際そんな力があるのかって感じやけど。え、でもあれなんかすごい気持ちよくない？ねえ。ほい、そして。目がめっちゃキラキラしとる。いいね、いいね。女の子？普通にリンクと同じ男の子っていうことかな。あ、こういう。ね、村の中に突如現れる水辺めっちゃ好きよ、私。水辺いいよね。はい、そして2軒目。と、ここの住人さんは？中かな？お邪魔します。あれ、いない。ここはなんか、あ、木こりの家みたいな感じかな。なんか、巻きがあるし。それだけやけど。そして、ここにもオルゴール。え、この曲めっちゃいいかも。何の曲やろ。なんか、オルゴールってさ、全然何の曲とか出てくれんけんわからんな。これ、美味しいリンゴ？すごい、美味しいのいっぱいある。美味しいのいっぱいあるよ。え、待って、あの妖精さんは、鍋の材料にされるわけじゃないよね。なんか、食べ物と一緒に置かれとんやけど。でもあれ、ちょっと思ったけど、ゼルダの中で、妖精、あれは、瓶から飲んでるの？飲んで回復してる感じ？ちょっと待って、誠一さんなんかめっちゃ。うわ、ちょっと怖い怖い怖い。なんかちょっとめっちゃ、詰まっとったけど。はい、それじゃあ、3軒目の家に向かおうかなと思うんだけど、でも、この2軒目の家のね、ご主人がいらっしゃらないんだけど。あ、見てあれ！階段ある、なんか。だってこっちの方、なんかいろんな果物なってるな、すごい。あ！見てこれ！トライフォースや、トライフォース。え、この地面めっちゃ好き、私。え、このタイルめっちゃ可愛い。ね、いいね。え、そして、あの家の住人はどこへ行った？いないんだが。いないんだが。あ、これなんか周りさ、水で囲まれとるところ、で、その中に階段がっていうのなんか、よく RPG とかであるあるじゃない？見えてるのに行けないみたいな状態。でもあれ、たどり着いた時の達成感ね。あれが素晴らしいよね。え、マジであの家の住人さんいらっしゃらないんだけど。どうした？どこへ消えた？
あるよね、そういうの。これさっきのジョバーニでしょ？あ、どうも。あ、どうも。じゃあちょっと3軒目行きますか。まさかの2軒目の住人さんちょっといらっしゃらないんで、3軒目に行きたいと思います。お、どうも。オットさん。地下はシタン先生。シタン先生誰？ちょ、ごめん。ゼルダン出てくる人かな？全然わからないんだけど。私何気にこうゼルダやりつつ、自分やっとるシリーズ結構少ないけんね。誰だろう。あ、なんかすごい。シンプル、ナチュラル、自然で可愛い。ね、いいね。こういうさ、ちょっと物陰に隠れた場所で、ひっそりと本を読むの楽しそう。いいね。こういうなんか、ちょっと奥まった場所好きなんやけど、私。いや、前に私ね、壁際好きやねってめっちゃ言われたけど、いや、なんか落ち着かん？隅っこ。ここが落ち着くんですじゃないけど。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、左側は、寝室。何この埴輪？なんかこの埴輪の鳴き声独特。めっちゃなんて言うん？泣いて？なんかめっちゃエコーかかってない？シャッ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 。なんか面白い。何ハニワって言うんやろ、あれ。ハニワの名前も見て分かったらいいのに。ね。てかこういうね、身長高い家具。こういうのってなんか置く場所とかめっちゃ迷いそうやけど、すごいね、めっちゃ溶け込んどる。そしてこの、いつも思うけどさ、後ろに貼っとるこれめっちゃ気になるよね。裏から見たらわかるってやつ。はい、それじゃあ右側の部屋へ。お？右側なんかめっちゃ野生的なんやけど。あー、なに？すごい、恐竜の頭。これ、え、体は焼かれたの？もしや。もしや体は焼かれてしまったの？辛い。これ恐竜の卵っすか。まあね。あ、ヨッシーも恐竜だから。あ、今の曲とともに私演奏した方が良かったかな。そういう感じ？ほい、そして。ああ、また出てしまった。出てしまったよ。再びお邪魔します。あ、どうもどうも。このタイルも微妙にトライフォースあったね。うっすらと。ほい、それじゃあ2階へ。お、2階もなんかジャングルの中みたいな。え、なにこれ。チーターかな。チーターへのお供え物お供え物なんか捧げられてる。なんない、お好きなものですか君たち。この、なんかすごい偉い、このジャングルの長的な感じなのかな。いいね。なんかさ、この1階めっちゃナチュラルで可愛い感じやけど、他の部屋めっちゃなんか野生的じゃない？はい、地下へ。シタン先生やっけ、地下は。なんか研究施設みたいな。ハートが置いてあるよ、あそこ。あれがシタン先生？めっちゃ水でよるけど。あれがシタン先生かな。じゃ、シタン先生全然わからない。ゼルダ？ゼルダなんかな？なんかめっちゃ近代的。超近代的なんやけど。何の研究をしてるんだ。あそこに缶詰が重ねられてるってことは、きっとここから出ることもなく、ここで寝泊まりをしているんだね。ほい、それじゃあ。ほい、それじゃあ4軒目に行きたいと思います。さあ、4軒目の家は、いいね、街灯も。左右に綺麗に。でも、一個一個めっちゃお金かかるもんね。やばいよね。え、待って、なんかここさ、ここに階段あるのにこの先水じゃない？え、どういうこと？
これもしかして全体水で囲まれてる。あ、どうも。あ、ゼルダ姫。どうも。アイリッシュ。ようこそ、のっかななへ。どうも。いらっしゃいましたよ、私。水の中に入っていくんかな、これ。あ、そういう感じっぽい。あ、ね、周り全部水路や。はい、それじゃお邪魔します。お、すごい上品。ね、綺麗。あ、見て、トライフォースあった。おー。いいね、いいね、いいね。おー、ワクワクする。なんかRPG でさ、ドラクエとかって、BGM がめちゃくちゃ、ウキウキ、ワクワクする、いい BGM が多いけど、私、ゼルダはね、ああいう、なんていう、効果音的なやつがめっちゃ好きなんやけど、てー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 とか、さっきのトライフォースのとか、めっちゃいいよね。ゼルダは、そう、ああいうのがいい。お、なんか船のデッキの上みたいなとこ出てきた。あ、いいね。外の波の音と相まってめっちゃいい感じになる。こういう合わせ技いいな。合わせ技。ほい、そして、奥の部屋へ。お、ブーギー。めっちゃ飛び跳ねる。そして寝室。お姫様の寝室かな。めっちゃ綺麗な感じ。これ何の壁やろ。この壁紙、見たことない気がする。これは普通に売り寄るやつかな。気になる。気になる。ほい、そして、右側の部屋へ。お、お、コッコがまた。またしてもコッコが。いいね。やっぱなんかね、ドラクエ的な感じで言えば、ああいう炭素、開けたくなるよね。開けたくなるよね。壺とかも割っていきたくなるよね。はい、それじゃあ2階へ。お、めっちゃ砂部屋。砂辺浜辺や。混ざった。え、なんかめっちゃ水流れるのに、砂が超吸収するやん。吸収力すご。高。あ、いいね、いいね。あ、これテーブルかと思ったら水が溜まっとるんや。これあれよね。あの、スヌーピーライフでさ、ウッドストックが使っとるところやね。ね、ウッドストックがね、なんか、はーみたいな感じで、お風呂みたいに使っとるやつよね。なんか水めっちゃある。ここ絶対マイナスイオンやばいよ。マイナスイオン素晴らしい。なんかこの部屋におるだけでツヤツヤになれそう。潤いが。ほい、そして地下へ。ええ、待って、どうした。ムジュラの仮面めっちゃある。怖い。え、なんかめっちゃ怖いんやけど。しかし、そのムジュラの目線をかいくぐっての。てー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 、来たー。え、なにこれ。めっちゃ怖いけどめっちゃいいね。イエーイ。イエーイ。え、怖い。めっちゃ怖い。逃げる姫。いや、あれだね。ムジュラの仮面はね、ソフトだけ買って、結局、なんか、何やったんやろうな。操作環境が整わんくって、できんかったやつだよね。あれ、64のやつやったっけ？ムジュラの仮面って。で、なんか、ムジュラの仮面をプレイするために必要なものがあったんやけど、それが結局、買えなくって、できんかったよね。まあね、環境が整ってないのに、ソフトだけ買っちゃうやつ。あるよね。あるよね。じゃあ、あの、2軒目の住人の人がさ、いなかったのがめちゃくちゃ気になってるんだけど。いないんすかね、まだ。まだ復活してないんすかね。あの、2軒目の方。もしかしたらもう家の中に入ってるかもしれない。とか、ないっすかね。再び。
ない。いないよ。いないよ。どこへ行ったの？あ、木がいっぱいあるけんさ、木の陰とかにおるとかかな、もしかして。いない。でもそういうのありそうじゃない？ねえ、木の陰。いない。住民たちの歩く範囲ってどれぐらいまでなんかな？結構奥まで行ったりするとか。いないな。まさかのね。まさかの住人さんがいないっていう。いない。いない。全くいない。まあ、きっと、あれだよ。みんなが夢見で訪れるときにはきっといると思うので、ぜひぜひ訪ねてくださいまし。きっとね、ずっと消えとるわけではないと思うんだ。うん。はい、ということで。ということで。なにこれ？なんなんやろこれ？めっちゃ気になる。めっちゃ気になるけど何かわからない。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれかな、ゼルダが分かったらもっと楽しめる感じなんかな。先生。先生が気になる。